明日3月7日サムのラストライブの会場となるアックス前に来ております。こちらがアックスの会場です。私サムが本当に好きだったので、解散が本当に残念で仕方がありません。これでいい？あと何時で開演？何時間で開演？6時会場、7時開演。よし、みんなもっと上がってこうぜ。明日もテストだ。ピース。はい、ピース。じゃあそんなサム好きの弟、サムのメンバーに向かって一言。ピース。5時10分ぐらいです。緊張と興奮で眠れません。ライブは無事にチケットが取れて嬉しいけど、もう見れなくなると思うと悲しいです。これは、サマーキャンプ、見てまま2001年の、サマーキャンプのツアーティーサマーそんでもって、これが、ピースオブマインド。でこれが、サムの3月7日のラストライブの T シャツでもって、サマこれから渋谷アックスに行きたいと思います。岡田さん、片山さん、羽沢さん、最高のライブ見たいです。映ってる、行ってきます。うん、オッケーオッケー。うん、こんな感じ、ピース。はいはい。曇ってるね。いや、こっから道が分かりません。天気曇り。
残念。電車は非常にもどんどん渋谷へ近づいていきます。東京方面は暗いです。これも寒の関係でしょうか。半日経てばもうサムは、まあ、僕たちの前で演奏することはもうなくなるわけなんですけど、7日のサムです。今日は心なしか寂しい顔をしているような気がします。霞ヶ関までは行き過ぎかな。どうなのかな。行き過ぎだな。どうなのかな。日本橋じゃないの。日本橋はどこ。じゃあどっち行けばいいの。はとりあえずあのビルに向かったっする。だからどっちだ。わからん。うわやっべえ。ちょっとこれ現在地とかどこ。サム先輩が片山さんに今までの感謝の気持ちを込めて精一杯サンキューやらせていただきます。今日意気込まないですよ。意気込みもクソもないですね。じゃあ切なさとともに肝臓も荒れてきた。そういう状況ですか。でお方がおられる公園通りに入りました。この坂を登ればアクセです。ビーン U になってる。 U M B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  ラスライ行くやんな。行く行く行くよ。イズショーとかでも泣けるよね。かなり泣きメロ。
あと団結のユニティ3、それかそれかライフ、かなりヤバいなあれ、サムアップ、サムアップ、何アップ、でも行かない、行こう、ヤバ、すごいね、なんだこれ、サムカルチャーだって。まあこんなもん、まあね、よく考えるとまあ人に歴史あるんだね。マシタマシタマシタ待ってる、今まさに、アックスでサムの解散ライブが本日行われますが、私本当に残念で仕方ありません。あの、植え込みの向こう側の通路も移動してください。現状はすべて建物の左側の廊下になります。こんなのあった、こんなの、まあ、なんかうちも出てたなとかありましたよ、まあ、で、これ、あ、これ違うわあ、サムサムの説明をいたします。当時メロディックパンクシーンで絶大なる人気を誇りましたシャーベットが突如解散し、その中心メンバーであるベースボーカルの岡田とドラムの片山、そしてグリーンジャイアントの初期ギターの羽沢の3人によって1997年4月サムは結成されました。そして2002年3月7日こちら渋谷アックスにて解散ライブを行います。一体サムは今夜どんな思いでライブをするんでしょう。 TNN36 チャンネル DJ シムシティがお伝えいたしました。サムアップ。頑張って。はい、頑張ります。はい、スイッチスタートですね。はい。
ライフ最高。
あの、はるばるどうも。もう嫌っていうぐらいやるからよろしく。これでしょ。ねえ、これだよ。はいはい、どうですか。あー最高最高。
ね、本当どうもありがとうございますね。こんなにいっぱい来てくれて本当に感謝してます。はい。Fresh inside you. Looking back to glorious days, I'm back in confidence. And the AC at the cry, the beach was going like. Looking back to glorious days, I don't take it to the world. I thought I was going to gonna be.もっと来ればいいじゃん。あのほうって言ったらほうって来るぐらい来てほしいね。なんか今日はいや逆に向こうから君らから言えばいいじゃん。はいはいはい、団結です。ほらコール&レスポンス必要でしょ。ユニティ
今日は、まあ、サムをやってて、まあ、よく一緒にやらせてもらってたバンドの人に
出てもらって、で一バンド、まあ、10分ぐらいしか、まあ、持ち時間がなくて3曲とか2曲だけだったんだけど、もうそれだけのためにこう来てくれて本当にどうもありがとうございます皆さん。あのリーチのあれは相当上がったね。すげえ上がったわ。本当にどうもありがとうございます。We'll be right back.
いきますよ。サムは何年やったんですかね。5年。じゃあ間取って4年半でしょうか。じゃあまあ4年半やりまして、いろいろありました。これが、はい、例えば てかそれ全部俺が言うことをさ、君らが先に言ってるわけだから俺は何も喋ることはないわけよ。いやでもこう、いざシーンとなられても困るんですよそうね、あれですわ。例えばツアー中にあれですよね、片山さんが声出ない病にかかって、あったあった町田がちょっとほんとすんませんみたいな、で僕と羽沢くんでほんとすんませんみたいな謝りに行ったこととか、あとはエアジャムもそうだよね。アルバム、楽しかったわあれ。あと、税理士？ゼリー？ゼリーって誰？あ、フェリーね。あ、フェリー。そうそう、フェリーね。あと羽沢くん骨折。すごかったんだから本当。鎖骨？それがすげえ詳しい人がいる。危ない。ストーカー？危ない。とか、羽沢くん骨折でしょ。あと羽沢くんが一人で自転車で転んで歯を折ったりとか、あと羽沢くんがこの間肋骨をひび入ったとか、それでも大げさに言っただけでしょ。
ちょっと肋骨折って歌えないとか言っただけでしょ。構ってもらいたいらしいですね。僕はまあそうですね、髪の毛切ったりとか。すいません。でもそうやって考えるといろいろあったようでなかったようで、あったような。でもよっ、ああそっか、もう片山さんとはもう10年近くなるんですよね、これが。不思議。あんまこういう話になると年の話になってくるんで危ないんで。あの今日今までやったことないぐらいの曲数やるんだけど、あのやっぱ曲が短い分やっぱあっという間に終わるみたいな、今分かりました自分で。だってもうほんのちょっとしかないもん。待て待て待て、でも16曲やってんだよもうすでに。最高サム。だからもうボケーと口開けて見てるけど、本当にあっという間に終わっちゃうから気をつけて。Usual thingsWe are on your season, on your starter page.
最高。 Keep it in my mind。今日はどうもありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。行くよ。You don't know the feeling of that.
ート。どうもありがとう。じゃあ今日やる、あ、違う、バカ、今日初めてやる曲を、
びっくりした。まだ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 つうかあとちょっと行くよ。これも久しぶりにやる。どうもありがとう。イエス。
本当にどうもありがとうございます。そうね、まあこれといって言い残したことも特にはないんですが、次は今後の予定はなんかやるんじゃない、多分シャーベットというかシャーベットはみんながやればいいんだよ。だから勝手にやりゃいいじゃん、そんなシャーベットシャーベット言うんだったら。じゃあまあいろいろ考えてだ勝手にやっちゃえばいいじゃん。だサムも誰か勝手にやればいいんだよ。グリーンジャイアントもやればいいじゃんってこと。いやだからやればいいじゃんっていう。まあ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 あれっすな、まあ今あれっすよ、すごいいろんな情報がもうすごい簡単に手に入る時代でしょ。でその中の方法手段としてはインターネットがもうすごいじゃない。でインターネットってやっぱ匿名だから結構無責任なこう書き込みとか多いじゃんね。おいおいってと思うんですよ僕は。まあでも別にそれは別に書きたいやつは勝手に書きゃいいと思うし、問題はそれを受け取る側がまあ自分に合ったなんていうのもう別に自分に合った情報を別に人に何て言われようと、まあ、ゲットしてまあ自分を信じろということですわ。だからいろんなそういう情報に惑わされずにみんな頑張ってください。当たり前なんだけどねこんなの、実際普通なのよ。でもそれ普通なことが大事ね。あのユージュアルシングスって曲はそういう曲なんだよね。そうだよ。ありがとうございます。足りない足りない。本当ありがとうございました。まあそんなこんなでいきますよ。
ありがとう。最後だよ。また会える日を楽しみに。みんな本当にどうもありがとう。I wanna keep my head up。どうもありがとう。また次のバンドで。Hey there!
やめてやろうかなって思って。またやりました。ほんとすいません。ほら、まあ、最後だからって、すげえ、いっぱい練習入ったけど、今まで、未だかつてないからスタジオ入ったけど、リベルってすごく変わんないですよ。サムありがとう。サムありがとう。素敵な夢をありがとう、サム。シャーベットの頃からファンだったんで、すげえ残念です。なんでやねん、サム。島根から来ました、サム最高。子供預けて見に来た甲斐がありました。かなり泣きそうになりました。ありがとうございました。すごい、4年間のこう思い出が走馬灯のように。お疲れ様でした。ありがとうございます。あの初めて旦那と会ったのもサムのライブだったんで、最後も一緒に来たかったけど残念でした。今日のことは一生忘れません。いつもこの T シャツ着て頑張りました。サムは一生サムです。大好き。レッツゴー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 。サムお疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様です。またね。またね。またね。泣くな。お疲れ様でした。また絶対バンドやってくれることを願ってます。ありがとうございました。最初のライブで最後のライブになっちゃったんで結構寂しかったですね。でもすごい良かったです。岡田最高、羽沢最高、片山さん最高、サム最高、サム最高、本当最高。もう一生忘れねえ。やめないでほしいですね。サムを知ってよかった。